はい、どうもにちゃましいとめぐとみーです。はい、とさん、本日紹介するのはこちら、じゃーん、 AMP フィギュア、アリスバージョンですね。ごめんなさい、初肉プリンセス AMP フィギュアアリスバージョンです。はい、みーくちゃんを、なんだっけ、これプリンセスシリーズにしようってやつだったっけはい、アーティストマスターピースシリーズってやつで、うん、前回なんだっけ、人魚姫だっけ、おやっりましたよね、確かね。うん。あれ以来のレビューになりますね。実はもう一個出てたんですけども、そっちの方まだレビューしないんですけども。はい。この子が出てたのが、多分3月の頭ぐらいだったかな。ちょっと覚えてない。でも最近だったよね、これね。なんか、割とすぐに消えちゃった子なんだよね。すごい人気だったみたいですね。はい。お迎えできましたんで、うん。早速ね、こちらの子ね、見ていきたいと思います。続けていきましょう。はい。もしや、とみくみんチャンネル。はい、では早速ね、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。この子はですね、メルカリいつも僕使うんですけども、今回メルカリではなく、ムクオフでたまたま見かけて、1200円ぐらいだったっけな。そうだね。だったんで、随分安かったんで、さっと買えちゃいましたね。はい。なんかメルカリ見た方が高かったんだよね。ブックオフ様々ですね。はい。じゃあ早速ね、外箱で見ていきましょう。初音ミクプリンセス AMBB やアリスバージョンという感じに書いてあって、以前レビューしたアーティストマスターピースシリーズってやつですね。すごいいい出来だったんだよね。前の子はね。よくはこんな感じです。フロントとバックという感じに、綺麗に、ちゃんと写真に説明が入ってますね。はい。後ろこんな感じになってます。イラストレーターの方は手島なりさん。原型師が三島さん。フィニッシャーがワンダイさん。撮影が、バイスタースタジオっていうところだね。いや、よくできてると思うよ。顔すごい綺麗だよね。はい。もうちょっと画面がね、元イラストになりますね。おー。若干メイド服に見えなくもないような感じの出来にはなってるんですけども。この腰につけた時計なんかも結構ワンポイントになってそうな感じだよね。いい出来になってるんじゃないかなと思います。はい。上の目はこんな感じになってます。遊戯王のレア加工みたいな感じになってるよね。はい。こちらが宇宙の面ですね。はい、じゃあ早速ね、開けていきましょう。はい、開けてみると中にはね、腰から分割されたミクちゃんがいますね。で、台座は後ろの方にあるみたいです。ツインテも、はめ込み式ですね、になってますね。かなりバラバラになってるね。じゃあ早速ね、組み立ててね、細かいところを見ていきたいと思います。はい、でですね、ミクちゃんの組み立てが終了したので、早速細かいところを見ていきましょう。はい、まず台座ですね。台座はこんな感じに時計がモチーフのね、クリアイエローのね、時計の台座になってます。実に面白いね。なんで時計なのかなっていう疑問が残るんですよね。僕、不思議の国のアリスって見たことも読んだこともないんで、なんで時計なんだろうなって思って、ちょっと調べてみたんですけども、アリスが身につけてたものではなく、どうやら白ウサギが、どうやら持ってたものらしいですね。なんでアリスっていう、衣装を着ているミクちゃんっていう設定ではあるんですが、アリスの、その他に出てきた動物たちだったりだとか、その辺のものもモチーフになってるっぽいですね。なるほどね、わかりました。だから時計なんだね。はい。確かに見てみるとアリスの物語って大きくなったり小さくなったり、身長がね、大きくなったり小さくなったりする女の子の話らしいんですけども、それでなんか大冒険する話ってらしいんですが、確かに周りを見てみると小さくなった、小さいっていうかキノコがねあったりだとか、明らかに身長がおかしいものが いくつかありますよね。ゆえなのかなと思っております。はい。いやー、童話とかもちゃんと読んだ方が良かったんだろうな。はい、じゃん。はい、こちらがね、ミクちゃん本体になります。それでは早速ね、細かいところを見ていきましょう。表情の部分とか、眉毛の部分が、ちょっと珍しいんだよね、眉毛の部分がね。緑単色ではなくて、緑の眉毛の周りに黒く、線が引いてあるような感じになってるんだよね。ちょっとこれは珍しいタイプなのかなと思います。はにかんだ笑顔っていう感じのミクちゃんの、顔になってるよね。ちょっと珍しい感じがしなくもないかなって感じがします。瞳の部分とかすごく綺麗にできていて、悪くないんじゃないかと思います。
可愛いよね。はい。うん。で、頭につけた王冠だったりだとか、カチューシャかなの、あの、リンちゃんがつけてるような、黒のリボンのカチューシャみたいなのつけてるんですけども、これもね、ちゃんぽいになって、なってるんじゃないかなと思います。可愛らしいですよね、随分ね。で、髪の毛なんですけども、ちょっと、巻いたような感じの感じになっていて、うん、この辺もね、綺麗にできてるんじゃないかと思います。はい。ただ、ちょっとバリの部分だとかが目立つので、この辺はちょっとしょうがないかなっていう感じがしなくもないですね。うん。髪の毛自体はクリアパーツの上から、塗装をかけてるような感じになって、これはミクちゃんの髪の毛全体に言えるみたいですね。ツインテも含め、前髪も含めという感じになってます。みたいですね。うん。もみあげの部分とかも、よく見るとクリアパーツが使用されていて、向こうが透けて見えるのが確認できるかなと思います。うん。この辺仕事がかなり丁寧ですね。はい。はい、続いて服装ですね。服装もかなり綺麗にできてますよね。素晴らしいなと思います。手袋はめてるミクちゃんもちょっと珍しい感じがするね。はい。なんか若干ね、メイド服みたいな感じのね、なんかこう、ふわっとしたドレスを着てるような感じになっていて、ミクちゃんのカラーである水色、白、黒、そして、時計をつけてる部分は金色っていう感じになっていて、うん、まあ、完璧な金色ってわけじゃないんですけども、うん、ちょっとくすんだ金色っていう感じになっていて、この辺はかなりね、綺麗にできてるのがわかるかなと思います。ちょっとスカートがなびいたような形だとか、後ろ見てみるとこんな感じなんですけども、スカートが 1,2,3,4 層ぐらいになってて、5層だね。5層ぐらいになってて、かなりこの辺は細かく作られてるなっていう感じがしますよね。分割式にはなっていたんですけど、組み立てればほんとちゃんと綺麗になりますね。素晴らしい。はい。そして、白のタイツっていう、またこれは珍しい。でも、童話で言うとね、よく、出てくるような感じになってますね。アリスの、設定が7歳の女の子っていうこともありまして、余計にこういったね、白のタイツが、似合うんじゃないかなと思います。はい。ブーツのところ、は、こちらは、ヒールだね。ヒールの部分が、黒のヒールっていう感じになってて、後ろの方にね、黒色のリボンがついてますね。黒と白と水色っていう感じの、カラーバランスになってて、加えてミクちゃんのカラーである水色のツインテールっていうのを合わさって、非常に、全体的にカラーとしてはバランスが取れててね、悪くないんじゃないかと思います。綺麗だよね。配色のバランスがすごい良い。個人的にここはすごい褒めたい部分ですね。素晴らしいんじゃないかと思います。いや、やっぱ風流さん、風流さんじゃない、今回は太藤さんなんですけども、非常にね、やっぱり仕事が素晴らしいなと思います。太藤さんのフィギュアって、割と小さいフィギュアが多いんですけども、この AMP フィギュアですよね、は、それなりに身長が大きくなってるにもかかわらず、色の飛びなんかも少ないっていうこともありまして、私はかなり好きなシリーズでございます。はい。今回は3作目の、AMP フィギュアになってるんですけども、前のアラビアのミクちゃん、まだレビューしてないんですけども、はい。やっぱりね、完成度が素晴らしいんじゃないかなと思います。人気なのは頷けるね。はい。加えて私はアリス見たことないし、アリスの人気がどれぐらいかもよくわかんないんですけども、まあ、アリスっていう、有名どこを持ってきたっていうのも相まって余計に人気だったんじゃないかなと思います。故にゲーセンではすぐに消えたのかなって感じがしますよね。はい。じゃあ、いつも通りね、回転ダイスの方につけてみたいなと思います。じゃじゃーん。はい、完成しました。AMP フィギュア、アスニークプリンセス AMP フィギュアアリスバージョンですね。はい。やはり全体的な完成度が非常によくできていて、よくね、できていて、文句のつけようがね、やはりないなっていう感じですよね。以前紹介した人魚姫のやつだったっけは、もう、すごいよくできてたんで、個人的には文句なかったんですけども、はい。今回のアリスもね、すごいよくできてるんじゃないかなと思います。髪の毛が若干このね、回ったような、ねじれてるような感じですよね。もう、よくできてますし、クリアパーツも惜しむことなく使ってくれて、本当にこれで800円以下でいいんですかとちょっと突っ込みたくなるような出来になってますね。すごいなと思います。はい。以上のバランス、以上のね、カラーバランスなんかもよくできていて、この辺はね、すごいやっぱり綺麗なフィギュアだなっていう感じがします。プライズながらも、やっぱりなんかこの感じを見てるとね、一番くじ相当くらいの、フィギュアなんじゃないかなと個人的には思います。一番くじのフィギュアもね、まあ大体プライズと同じような出来になってるんですけども、これは一番くじの A 賞のフィギュアですって言われてもね違和感ないんじゃないかと思います。はい。カメラ越しではちょっと伝わりにくいかなと思うんですが、クリアパーツで使われているこの台座ですよね、もう時計の、になっ
時計がモチーフになってますので、うん、こうやってくるくる回すとね、やっぱりね入るなって感じがします。うん、足元のところちょっと見ていただければわかるかなと思います。はい、うん、非常に台座も込みでいい仕事をしてるんじゃないかなと思います。いや本当に最近のプライズって出来が良いはい、個人的にはね、プライズのフィギュアはどんどん、進化していってほしいなと思います。最近だとプライズの1個単価がちょっと上がったってお話もありますので、うん、まあその辺もまたね期待していいんじゃないかと思います。単価が高くなるってことはゲーセンで取りにくくなるってことになるんですけども、うん、まあその分ねフィギュアの出来もね期待したいなと思っております。はい、次の AMP フィギュア何が来るか分かんないんですけども、私の動画ではまだねアラビアンのミクちゃんレビューしてませんので、こちらの方ねまたレビューしていきたいなと思います。はいはい、というわけで、初音ミクプリンセス AMP フィギュアアリスバージョンの紹介でした。うん、ほんとね各シリーズで童話だったりだとかのシリーズがねポンポン出てるような状態になってて、ね、シリーズとしてはちょっと被ってないという感じもしなくはないんですけど、この AMP フィギュアは本当によくできてますので、うん、プライスの中でも結構おすすめできる、私がおすすめするフィギュアなのかなと思っております。ほんとスケールフィギュアと同じぐらいのレベル、まあそれを言っちゃうとちょっとスケールフィギュアの方がね格が下がっちゃうかなって感じがしなくはないんですけども、うん、パッと見だと本当にスケールフィギュアと思えるような感じの出来になってますので、うん、その辺本当にね細かくできてますね。服のシワ感だったりとか、この服のね最初、なんて言えばいいんだろうな、服の造形なんかもすごい細かくできてますので、うん、このね、ミクちゃんのスカートのこの3層目の黒い部分なんかもね、ちゃんと線が1本ずつ入ってて、うん、服のね、この肩の部分のね、このふわふわの部分とからも、造形がすごいしっかりできてますので、本当にこの AMP フィギュアっていうのはやっぱりよくできてるんだなっていうのがよくわかるかなと思います。うん、はい。いやマジでおすすめです。この AMP フィギュア AMP シリーズのフィギュアですねはまた出たらねレビューしていこうかなと思っております。はい、次回以降は何が出るのかまた分かんないんですけど、また出次第ねレビューしていきたいなと思ってますので、またこの動画ね見ていただければと思います。はい、というわけで、初音ミクプリンセス AMP フィギュアアリスバージョンの紹介でした。紹介したのがシートミクとミンでした。はい、またねまたね、じゃあねミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。